神戸市立新興高校。東日本大震災直後から生徒が率先して募金活動を開始。手紙のやり取りなどを通し、今も6つの高校と交流を続けています。中心となってきたのは生徒会執行。活動へ込めた思いを聞きました。自分のできることはかなり少ないし限られてるとは思ってたんですけど、それでもやりたいって思って生徒会に入りました。支援活動して少しだけ、もう少しでもいいから被災地の状況が、より良くなってくれてれば嬉しいなと。公への願いと希望を込めて全校生徒から歌詞を募集した防災ソング、あの日それから。つなげていくことも私たちがつながっていることも伝えるような歌だと思っています。前を見るんだってとこがあるんですけど、私はそこが好きです。後ろを振り返らないっていう意味より、後ろを含めてちゃんと前に前を見ようみたいな、そういうとこが好きです。卒業した先輩たちが中心となって生まれたこの歌、売り上げはメッセージとともに被災地へ送られています。その活動が認められ、昨年は気仙沼の夏祭りで歌を披露、さらにボランティア活動を行いました。その時生徒たちが感じたことは、明るくて暖かくて、なんか強いものっていうのを感じました。元気づけに行ったはずの僕たちが逆に元気づけられてしまうという。ボランティアをしに行くというより、させてもらいに行くっていう方が強くて、何かできたかなっていう実感はあんまりなかったんですけど、些細だとは思うんですけど、力になりたいっていう気持ちは伝わっていてほしいなとは思っています。活動を見守り続けてきた顧問の堀江先生、生徒たちの変化についてこう語ります。震災の直後は募金を街角に立ってするっていうだけで、支援をできることをしようというだけで突き進んできたんですけど、向こうの人との交流か、手紙のやり取りなどを通して語り継いでいくっていう、そういう部分もこれからはやっていかなあかんのちゃうかなということで、今では支援だけではなく、その伝えるっていうことと2つ活動ができるようになりつつあるんではないかなと思います。現地の人との触れ合いを通じ、語り伝えることの大切さを学んだ生徒たち、たくさんの人に被災地への理解を深めてほしいと、今の生徒会が中心となって生まれたのがこの日めくりカレンダーでした。世間っていうか皆さんにも知られるような形は何だろうなとか考えとった時に、このカレンダーっていう日常に目にする機会が多くなるような形で作ったものです。左側には生徒が書いた市町村のキャッチフレーズを、右側には被害状況に加え特産品、観光地などの情報も書き入れ、被災地のことが分かるように工夫されています。なんか一人一人がこの町のことを考えてくれたと思うんですけど、生徒みんながこの東北のために何かしてやろうっていう気持ちがちょっと伝わるものじゃないかなと思ってます。 CD と同じく売り上げは被災地の高校へ。小さな一歩をコツコツと積み上げる生徒たちには、活動を通じて叶えたい願いがあります。先輩が言ってたことなんですけど、人が戻ってこなければそれは復興したって言えないっていう、その言葉がすごい残ってるんですけど、東北に観光客
も住んでた人たちも持っていくことを目標として、あの支援を続けていけたらなと思っています。神戸から東北へ、若い世代の希望はこれからもつながっていく。